次に参考目目、市政の諸課題についてお聞きいたします。現在、議会に設置されている地方税法上の守秘義務調査特別委員会、いわゆる百条委員会における各委員の発言には、事実誤認と思われるもの、放置することにより市民の誤解を招く恐れのあるものが散見されるので、この際、理事者の見解を問い、問題点を明らかにしたいと思います。まず1点目は、市長の判断がすべてに優先する組織体制についてであります。委員会では、市長の判断がすべてに優先する組織体制に、何の問題もないという市長ご自身の政治姿勢が、組織全体に影響を及ぼしているためではないかと危惧していますとの発言がありました。真意は不明でありますが、法に対する認識不足による発言ではないかと私は考えています。決裁にかかる認識についても同じことが言えますが、市長が独任性の機関であるとの理解がなされていないようであります。本件については、放置することにより、市民に間違った認識が広がる恐れがあります。よってこの際、法的根拠を含め、市の見解をお聞きいたします。2点目は、市税情報の目的外利用についてであります。本件については、法に基づくもののほか、単に内部利用に供するものがあると理解しています。ところが、百条委員会では、税情報の目的外利用があたかも違法行為かのような発言が委員から繰り返されています。目的外利用を認めないとするなら、たちまち市の事務に支障が生じ、市民にも無用な負担を強いることとなると考えますが、いかがでしょうか。実態と法的見解、認識を問います。3点目は、徴税理員でない職員が税情報を見ることについてであります。委員会では、徴税理員以外の職員が税情報を見ることは違法と言い切った委員もありましたが、果たしてそうなんでしょうか。私は見ることが問題なのではなく、職務上知り得た情報を第三者に漏らすことが問題なのではないかと考えます。実態と法的見解、認識を問います。4点目は、弁護士資格を持つ職員の職務・職責についてであります。委員会では、弁護士職員としての権能を生かしていないどころか、機能をしていなかったと言えるのではないでしょうかという委員からの発言がありました。この発言のベースには、弁護士資格を持つ職員は、日常的に市の事務全般を法的な立場から監視、査察し、必要に応じて是正措置を講ずるよう指導するなどの任務を担っているとの認識があると推察いたします。私の認識を述べるなら、当該職員はそのような任務、責任を負っておらず、配置されたそれぞれの部署においてその所掌事務にあたり、資格や能力を十二分に生かし、誠実に職務を遂行しているというものでありますが、市はどのようにお考えでしょうか、見解を問います。5点目は、徴税理員の職務・職責についてであります。徴税理員である職員が、市長の行為に対し個人的な問題と判断し、進言等をしなかったことは、その職務上適切な対応だったとは言えないという趣旨の発言がありました。しかし、そもそも徴税理員は、その職務として、市長の行為を監視、監督、指導などを行う責任を負っているのでしょうか。そのような立場にないものを、あたかもそのような職責があるかのように言い、これを果たしていないなどと公然と批判することは、場合によっては名誉毀損、もしくは侮辱罪に当たるのではないかと私は心配しておりますが、本件にかかる市の見解をお聞きいたします。総務局長でございます。ご質問3項目目、市政の諸課題について順次お答えいたします。まず1点目の市長の判断がすべてに優先する組織体制についてでございますが、地方公共団体の基本構造は、二元代表制と言われております。議事機関であります議会と
執行機関である省で構成されております。また執行機関である地方公共団体の長がその事務を管理執行するにあたっての地位権限などは地方自治法で規定されております。具体的には地方自治法第147条において普通地方公共団体の長は当該地方公共団体を統括しこれを代表すると規定され、また第148条において当該地方公共団体の事務を管理しこれを執行すると規定されております。これらは執行機関としての長の権限の所在を明確にしたものであり、執行機関は長の独任性であることを示したものでございます。独任性とは行政機関の意思が組織のトップ一人で決定される制度のことであり、それにより責任が明確となり決定が迅速に下されることとなります。各省の大臣、都道府県知事、市町村長など行政機関は独任性を取るのが一般的でございます。なお市長と職員との関係についてでございますが、地方自治法第154条において長はその補助機関である職員を指揮監督すると規定されており、職員は市長の指揮監督権に基づき発せられる職務上の命令についてこれに服することとされております。次に2点目の市税情報の目的外利用についてでございますが、徴税吏員をはじめ税務事務に従事する者が業務の過程で知り得た情報、いわゆる市税情報につきましては当然に市税の付加徴収のために用いるものでございますが、本人の同意がある場合や法令に定めがある場合など税以外の業務においても利用することが可能となります。次に3点目の徴税吏員でない職員が税情報を見ることについてでございますが、ご質問の経緯にもございますとおり税情報を見ること自体が問題ではなく、その情報を漏洩することが問題であると考えております。このため職員が職務上必要な範囲において税情報を見ることは何ら問題ではなく、地方税法における守秘義務にも抵触しないものというふうに考えております。なお他部署の職員が税情報を利用する際には申請に基づきまして許可を行うほか、端末にも生体認証機能を搭載するなどセキュリティに配慮した運用を行っております。次に4点目の弁護士資格を持つ職員の職務職責についてでございますが、本市の弁護士職員は政策、総務、福祉、子ども、教育などのさまざまな分野に配属されており、専門的な知識、経験を生かした市民対応をはじめ新規施策立案、訴訟事務等に従事しています。これらの職務と職責は事務文書条例及び規則等に定められた範囲となっており、その範囲を超えて全庁的な違法行為の有無を常にチェックし是正するというような職務職責は担っていないところでございます。最後に5点目の徴税吏員の職務職責についてでございますが、地方税法第1条の規定により本市における徴税吏員は市長またはその委任を受けた職員が該当し、税の付加決定や徴収などを担当しております。必要に応じ質問検査や滞納処分などの強力な権限を行使しつつ、付加徴収を適切に実施することが徴税吏員の職務職責であり、市長の行為を監視したり不適切な行為につきまして是正を進言したりすることにつきましては含まれるものではないと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。